はい、そしたらね、プリズカ湖に行きましょう。プリズカ湖。プリズカ湖、合ってるかね。もっと南、はい、40メーター。合ってるんかね、これ。60メーター。60メーター、40メーター。20メーター。20メーター。こうかね。プリズカ湖でございます。あら、やぶになってますか。看板の絵がね。これね、ちょっと落ちたら怪我すな。やめとこうか。これ雨降ってなかったら張りたいんやけどね。あかんな。危ないな。看板も何も見えないかや。これはおそらくもっと大きな40メーターの方向みたいな感じやね。ちょっと入らせてもらおうか。すいません。あら、家、みんな家やわ。よく高さ5メーターぐらいあるかもしれないこれな。はい、向こうは、あら、全部建物建ってますね。こっちだけか。はい、ありがとうございました。プリズカ湖でございました。見てないか。あれ、見えませんか。これ高野街道。あ、こっちから見えないかね。おお、ここから見えるかね。あ、看板ある。ちょうど反対側から見たんだけどね、看板なかったんで。おお、この看板見てみましょうか。プリズカ湖畔、東100メーターね。はい、一辺43メーター、高さが5メーター。ああ、なるほど、見れたんだ、こっちからね。まあこれね、全然整備されてないからね。まあせっかくなんだからね、ちょっとやってくれたらいいのにね。まあ荒野街道歩きましょうか。はいはい、ありがとうございました。レアな古墳ばっかりでごめんなさいね。あれが法人殿の寮でございます。